アメリカハングリーホースダムに出現したダム穴。アメリカモンティセロダムのグローリーホール。水位が飲み口まで上昇することで、ダム穴が出現する。ドイツインラーシテシタコのグローリーホール。ダム穴とは、ダム湖やため池などの人造湖にて、その水面にあたかも穴が開いたように見える光景に、対して付けられた俗称である。一般に、ダム湖やため池といった腎臓湖には、水位が一定以上とならないよう。 余分な水を下流に放流する設備を備えており、これを洪水破棄という。中でも、その取水口が水上に突き出し真上に向いたものを、その形が朝顔に似ていることから、グローリータイプ、グローリーホールと呼ばれ、排水時に流入部周囲の水面にあたかも穴が開いたような光景を作り出す。これが、俗にダム穴と呼ばれるものの正体である。グローリーホールは、放水路へとつながる。 円筒形の管が水中から立ち上がった構造をしている。流入部は真上に向けられており、その形状は楽器のラッパもしくは逆さにした釣り金にも見え、特に朝顔の花に似ていることから、モーニングフロリー関といった呼び名もあり、また直線の博多地関を丸めた円筒形状から円筒形陣型関とも言う。これらは水位が流入部の包みいただきを超えた時、周囲から 中心部に向かって水が一斉に流れ込む。この時水は互いに衝突し合い、クロッチの直上に泡が発生する。水は内部を垂直に落下し、放水路を通じて下流に放流される。運用面では管路に詰まりができないよう、ゴミの流入や凍結などに注意を払う必要がある。日本では2000年代にインターネットの電子掲示板やブログなどのメディアを通じて紹介され、 その異様な雰囲気の光景に、いつしか、ダム穴という名前が付けられた。しかし、現状では、日本のダムにおいて、ダム穴が見られる機会は少ない。建設された多くのダムでは、メンテナンス性から停滞に、スロープ状の洪水破棄を水門を伴って設ける、ことがほとんどであり、真上を向きゴミが落ちやすく保守、保全もしにくい、グローリータイプを備える例が少ないためである。 いわゆるダム穴が現れる構造をしているダムとしては、宮崎県にある、イタニダムや、アメリカのモンティセロダムなどが有名である。ありがとうございます。